ウェディングドレスのベールイラン人女性のヒジャブベールは女性の頭部を覆い隠す薄い布。顔面の前面、または左右両面を時には両肩までを覆い隠す。素材はシースルーのものが多い。ベールに相当するものは古代ローマからあったが、現在の日本で普通に見られるのはウェディングドレスのベールである。マリアベール、フェースアップベールなどの種類がある。 帽子と合わせることも行われ、喪服においても着用されるが、その場合の色は当然黒である。この聖書箇所からカトリック教会とプリーマスブレザレンでは、婦人が教会でベールを着用するべきだとした。されど我が何時らがこれを知らんことを願う。すべての男の頭はキリストなり、女の頭は男なり、キリストの頭は神なり。すべて男は祈りをなし。 予言をなすとき、頭に物をかぶるは、その頭を片付けなしむるなり。すべて女は祈りをなし、予言をなすとき、頭に物をかぶらぬは、その頭を片付けなしむるなり。これ、低発と異なることなし。女もし物をかぶらずば、発をも切るべし。されど、発を切りあるいわかることを、女の恥とせば、物をかぶるべし。男は、神の像、神の栄光なれば、 頭に物を被るべきにあらず、されど女は男の光栄なり、男は女より出ずして、女は男よりね、男は女のために作られずして、女は男のために作られたればなり。このゆえに女は子子子たちのゆえによりて、頭に剣の木をいただくべきなり。コリントンの信徒への手紙111、3から11時10分、文言訳聖書結婚式における、 純白のウェディングドレスとベールは、本来は諸女のみ着用が許されている。諸女でない女性は着色されたドレスを着用する。恐怖。テルトリアヌスは、聖書のリベカに習い、諸女の花嫁はベールを被るべきだとした。ベールは、女性の諸女性と従順の象徴である。イスラム圏のヒジャブもベールに相当する習慣であると、言える。姉妹のかぶり物と神の栄光伝道出版社。 鈴木隆司教、牧師の仕事教文館、ISBN 978から47億6420万3174。ありがとうございます。